ここがね、阪急千里線のトンネルであります。このように見た感じね、ボックスカルバート伏線のトンネルでありまして、これが阪急線唯一のですね、山岳トンネルとなるそうです。で、トンネルの形が四角いですよね。これね、トンネル設置にあたりまして、一旦山を削ってトンネル部分を作ってまた元通りにしたというね、改作工法なんだそうです。すごいですね、こんな感じで。で、上はね、公園になってます。だからトンネルを作ってですね、また埋め込んだというようなトンネル、まあ地下鉄みたいな感じですよね。それでも一応ね、唯一の山岳トンネル、まあ地下トンネルはね結構あるんですけども、こんなね地上のところにある山岳トンネルとしての位置づけは、阪急線はこのトンネルのみとなっております。まあ、グループ全体で見ると能勢電とかねあったりするんですけどもね、まあこの京都本線とかのね、本線系の電車が優雅にね、もう10分に1本ぐらいガタガタと走っていくのはですね、もうここでしか見れないというね感じなんですけど、もちろん能勢電もね、特急の日清エクスプレスとかいるんですけども、まあこちら阪急線のね、正真正銘千里線ですので、その阪急線でのねトンネルを味わうというには、この千里線を乗りに来たらいいというわけですね。でよく見るとですね、なんかトンネルの上、薄くなんか四角いとこあるじゃないですか。もともとここにね、千里トンネルっていうなんか札がね、ここに本来は貼られてたんですけど、いつの間にかなんか左側に持ってったそうです。まあ、こんな感じでですね、なんかもう本当にニュータウンのトンネルみたいな感じですよね。いやーすごいな、なんかもう本当に技術っていう感じの四角いトンネルなんですけどね。まあ、トンネルといえばなんか丸っこいトンネルみたいな感じをイメージする方がいるんですけど、まあ、これもれっきとしたちゃんとしたトンネルですからね。本当に千里のニュータウンというか高級住宅街のようなところなんですけども、非常にですね、もう丘陵地のところに家を建てまくったというようなね、再開発が進みに進みまくった千里の街というところでね、非常に住宅地としては美しい風景、綺麗な街並みとなっております。阪急電車ではたった一つの両側に出入り口があるトンネル、それが千里線にある千里トンネルです。南千里山田間にあるこのトンネルは、トンネルの長さだいたい400メートルから500メートルくらいです。正式な長さは分かりませんが、だいたい地図で測ると460メートルぐらいになるトンネルです。ちなみに山岳トンネルではありますが、トンネルの上にあるのは道路と公園です。ということはトンネル上の土かぶりは深くなく、ルートはトンネル上千里南公園の山の斜面に沿っているというトンネルです。この当時には設計時に阪急電鉄側が切り通しでもと言ったぐらいですから、阪急はですね、もともとトンネルがですね、そんな好きじゃないんですよね。まあ、おそらく推測なんですが、当時の、阪急電鉄のですね、理由としましてはですね、建設費はかかるだろうし、眺めめっちゃ悪いし、メンテは大変だろうし、まあ、トンネルって不衛生だしなという理由があったのではないかと思われます。まあ、とにかくですね、その戦時中の、京阪合併前の阪急建設部分にはトンネルが一箇所もなく、今でも阪急ってトンネルは旧京阪の流れを組む京都市内の部分と、小林一三さんがですね、没後に地下鉄接続のために、地下化された天禄の付近ののみとなっております。まあ、神戸側は神戸高速線で地下に潜ってますけどね。まあ、阪急という会社はもともと小林一三さんが創設したその思想がありまして、またこの小林一三さんはトンネルが嫌いということで、大阪でも神戸でもライバルの阪神は地下を使って都心に乗り入れているのに、阪急はどちらも高架となっているというようなところであります。無論どこかで見た気がするんですけども、小林一三さんは神戸線の眺めについてですね、
あの住吉川付近で視界がかなりね開けるところを見て、これは素晴らしい眺めだなんて言ってたということもあったりして、結構景色には重視されていたので、トンネルは毛嫌いしていたということはですね、その、言葉からも伺えます。歩道橋から撮影してたんですけども、苔もどことなく阪急の椅子のモケットに見えてしまう不思議さ、本当にね癒されますけども、阪急の座席の色はねモスグリーンではなくてゴールデンオリーブ色なんだそうです。アンゴラヤギの材質ですね。なぜここだけトンネルを作ったかというと、ニュータウンの公園を分断したくなかった大阪府がですね、切り通しでいいから行かせてくださいと阪急がですね主張したのを説得しましてですね、公園の一体性を重視した大阪府から、ここはトンネルになるように説得され、こんな、簡単な地下鉄のようなトンネルができてしまったというわけですね。本当に山岳トンネルではないようなトンネルではあるんですけども、阪急も結局大阪府の意向を汲んで、協力した形でトンネルが出来上がったというわけです。線路が公園を分断しないように大阪府と阪急が話し合って熱いバトルが繰り広げられていたのがこのトンネルなのです。すげえ縦信号機だ。街づくりや都市設計はいろいろなですね協議が重ね合わされた努力の結晶だということが分かりますが、ではここでですねこの南千里駅から山田駅付近までこのトンネルの中を通ってみましょう。今左手に見えているのが近鉄の仲介とデカデカ書かれたホテルのとこなんですが、ここからゆっくりと右に曲がっていきます。そして森みたいなところ、これが千里南公園です。今度反対側の車庫口にも行きますけども、こういうようなトンネル、四角いトンネルがありまして、ゆっくりと阪急はですね、このトンネルの中に入っていきます。トンネルの作りは四角形でありまして、まるで地下鉄の中を走っているようなところでございます。レールとレールの間には溝があって、そこがね水が排水できるような感じで結構水が流れていたりしてね、結構楽しいんですけども、もう見た感じなんか普通のね山のトンネルとは全然違う作りになっております。一旦山を削ってですねトンネル部分を作って、また土を乗せて元通りに戻したというような、そのようなトンネルなんですけども、これを開削工法というね作り方のトンネルの、建設方式なんですけども、結構ねもう別にトンネルなくてもいいじゃんというようなところだったんですけど、先ほども申し上げた通り公園を重視したという形になります。それがその千里南公園のねこの公園、牛ヶ首池というね池もあって桜の名所でもあります。南千里川の車庫口に来たんですけど、南千里川はですねこのような感じ、まああんま変わんないですね、まあ、こちらのね入り口もこのように薄いね四角があって、その札はやっぱりこっちになってるんですけど、まあ、もう山岳トンネルというよりもなんか地下鉄のトンネルみたいな、ここから地下に入りますよみたいな感じでね騙せそうなんですけどね、地下には全然入らないんですが、一方でこちらね大きな病院、これは確か済生会病院だったかな、そのような病院があってですね、このトンネルを抜けました阪急千里線はですね、ちょっとこう今ね木々が生い茂ってるとこを歩いてるんですけど、この枯れた草がちょっと邪魔で仕方ないんですけど、まあ取ることはしませんが、トンネルからですね出てきて、こう大きく曲がりながらですね高架にすぐ上がりまして、奥に南千里駅があります。すごいあれですよね、高架から一気にトンネルに入っていくという、まさに千里の丘陵地を象徴するかのようなトンネルがあるわけですけども、非常にね南千里川はですねこのようにトンネルの真上に来ることができてね、自分の足元を電車が通過していくという体験ができます。これなかなかいいですよ、なんかね下を阪急電車が走っていくっていうね不思議な体験、歩道橋とかでもできるんですけども、やっぱりねなんかすごいなんかトンネルから出てくる阪急電車ってなんかどことなく新鮮ですよね。一方で先ほどから触れてませんでしたが、この阪急千里線はですね、地下鉄の車両も来ます。どちらかというと阪急電車よりもこの地下鉄の車両の方が近く間トンネル走ってますんで、なんかトンネルが似合う向けのような車両にも見えるんですけども、
まあ、本当にね、なんかこういろんな車両がね走るのがこの阪急千里線です。阪急電車でも3300系とか5300系、あとはね8300系7300系1300系という種類で、この地下鉄の66系が走りますんでね、いろんな、阪急電車の顔が見えると思います。今通過しているのはこれパンタグラフの形状とこの丸い一色の車体なんで5300系じゃないかなと思うんですけど、あ、5300系ですね。阪急電車もですね、いろんなレパートリーが本当にねよく調べればあるし、顔もいろいろ違ってくるので、マルーンだけって言ってもね、なんかいろんなパターンがあるので、見てて面白いです。一方でこちらが大阪メトロ堺筋線の車両ですね。茶色いラインが光っております。阪急電鉄の、北千里やらね高槻市まではこの、堺筋線の車両も直通します。続いてやってきましたのが阪急の3300系であります。先ほどの5300系と違いましてですね、なんかこうパンタグラフが大きく感じるし、なんか車体がね全体的にちょっと低くなってんのかな、大きく見えるんですよね。ですのでずんぐりむっくりした、車体なんですけども、阪急電車の中では3300系というものは結構古い車両に値します。そして南側のね出口付近はですね、電車を間近に見られる鉄スポットでありまして、お子さんとか非常に喜ぶんじゃないかなというようなところです。もうすぐ電車出てくると思いますけどもね。さあ何が来るかなと思って見たら、あ、地下鉄の車両じゃないかなと思ったら、やっぱ地下鉄の車両ですね。トンネルがやっぱり似合います。そんなこんなで茶色いライン堺筋線の車両でございますけども、やっぱいいですよね。なんかトンネルからこう地下鉄車両が出てくるところが見れるっていうのもなかなか面白いと思います。改作工法で建設されたため、構造は地下鉄のものと変わらないんですが、それでも劣気としたトンネル、むしろこっちの方が千里線のニュータウンの、路線として似合うようなトンネルではなかろうかというようなところでありますが、阪急電車としては唯一の山岳トンネルであります。今度はやってきました1300系です。いいですよね、やっぱり似合いますよね。なんかどことなく四角いトンネルっていうのがやっぱいいですね。まあ、阪急の能勢電とかでもこう丸いトンネルとかでね、いろいろ見えたりするんですけど、やっぱりね、なんかこう山のトンネルというよりかはどちらかというとこう改作工法で取られた四角いトンネルの方がインターアーバンであるし、また都心方面直通していく地下鉄の車両も来るとなれば、やはり四角いトンネルの方が似合っております。というわけでね、もう早く帰らないと、もう13時33分なんで、そろそろもう雨も降ってきそうだなというようなところなんですが、45分ぐらいにはですね3300系が来ますので、その3300系このトンネルから飛び出してくるシーンをですね、撮りまして、私はもう帰りたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。お寿司食べたい、後で暗いこう、お腹減った。というわけで今回はですね、阪急千里線にある、阪急唯一のですね北側南側に出口のある、そのような2カ所の出口があるトンネルをご紹介しました。阪急で唯一の三角トンネルとしての、位置づけとなっているこの千里トンネルですが、もし体験してみたい方がいらっしゃれば、この阪急千里線に乗って南千里駅から北へすぐのところにあります。この千里トンネルをね体験してみるもよし、撮り鉄してみるもよし、少しねこう訪れ方というかね、この、スポットとなっているようなところでもありますので、ぜひ皆さんね一応阪急電車ファンなら訪れてみてはいかがでしょうか。さあこの3300系を見終わった後、私はね、帰ることにします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。ちなみにね、南千里の駅の北側から見るとこのような感じになります。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録、そしてコメントなどお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。バイバイ、またね。